私の大好きな安藤広重の描いた名所江戸百景、その場面が今どうなっているのか実際にその場所を訪ねて見てみました。099の浅草金龍山は、浅草の雷門から雪の降る仁王門方面を見た景色です。最初にその場所をアップルマップでご確認ください。浅草は江戸城から北東へ1里、約4キロほど行ったあたりですね。少し地図を拡大してそこに広重の視点を赤いグラデーションで表してみます。雷門からほぼ北方向、宝蔵門を見てることがわかりますね。駒形橋の西詰には駒形堂がありますが、ここは初期に本尊の小観音像が発見された場所で、現在は馬頭観音立像が祀られています。かつて船で来訪する参詣者はここで下船し、駒形堂に参詣してから観音堂に向かっていました。駒形堂の参詣を終えるとまっすぐ北上し、雷門をくぐり宝蔵門、本堂の順に進んでいきました。今仲見世となっている場所には当時お店ではなく浅草寺の寺院が6院ずつ並んでいました。広重の絵を詳しく見ていきましょう。まず上から吊るされた大きな提灯ですが、これは奉納した人が好きな文字を書くことができる決まりで、新橋の屋根屋職人代表三右衛門がお金を集めて奉納したもので、実際にはちょっと粋に志の志を使って新橋と書かれてありました。雪の降りしきる参道を奥に向かう人たちがたくさん描かれていて、浅草寺のにぎわいが伝わってきますね。正面の赤い建物が現在の宝蔵門で、当時は仁王門とも呼ばれていました。その右にはやはり朱塗りの五重塔が描かれています。この絵の出版は安政3年の7月、前年の地震で曲がってしまったクリーンが治っています。全体的に白と赤のおめでたい色合いで描かれているのは、地震によって曲がってしまったクリーンの修復が無事終わったからではないかという研究者もいます。作者は不明ですが、地震で曲がってしまったクリーンを描いた浅草寺大塔改悪という現代のニュース報道のような浮世絵が残されています。もっともこれは京都八坂の宝冠寺の不思議な曲がり方と比べると、浅草寺観世音の神通力があったので被害は少なかったと書かれているので、ちょっと笑えます。この絵の摺りによる時代の変化をご覧ください。書摺りは広重の意見が反映されていますが、その後の摺りは出版元の意見なのか時代の要請なのか、色合いとグラデーションがどんどん変化していっています。これはクリーンの修復の白と赤のおめでたい演出が必要なくなっていったのではないかとも思われます。広重は浅草寺全体を三枚つなぎの絵で描いています。真ん中が本堂で、その右が仁王門、奥が五重塔ですが、絵に描かれた雷門はもっと右側なので見切れています。
広重はまた浅草寺の由来も絵に描いています。浅草寺に伝わる浅草寺縁起によると、33代推古天皇36年3月18日の早朝、兄弟の漁師が現在の駒形橋あたりで網をかけていたところ、一頭の仏像が戸網の中に入っていました。それを近所の豪族であった恥の中友に見せると、聖観禅王菩薩の像であることが分かり、中友は自ら出家して今の駒形橋の東側あたりにお堂を作りました。これが浅草寺の始まりと言われています。浅草寺早々の建物として今は少し北側に移動しましたが、これが駒形堂です。天正18年江戸に入府した徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領500石を与えましたが、たびたび火災に遭ってしまいます。三代将軍家光の援助により、慶安元年に五重の塔、同2年に本堂が再建され、庶民の娯楽の場も近くにあったため、浅草寺は浅草の観音様としてますます発展していきます。実はこの隅田川から上がった観音様には後日談がありました。埼玉県飯能市岩淵の鳴木川沿いにある岩井堂に安置されていた観音像が大水で流されたものだというのです。この岩井堂観音は26代慶太天皇の頃、名前の残っていない旅の僧が霊験を得て鳴木川沿いに露出する岩肌の上に聖観音像と道具を建立したのが始まりと言われています。それが27代安閑天皇の頃に暴風雨が起き、この道具と聖観音像は鳴木川へ流されてしまったということです。聖観音像は暴風雨の夜から100年以上かけて鳴木川から入間川、荒川を経て隅田川の駒形まで約75キロ流れていったことになります。隅田川で聖観音像が発見されたとの報を聞いた当時の岩淵の郷の人々が返還を求めたものの叶わなかったと言われています。しかし時は流れ、浅草寺第24代館主だった清水谷教授はこの交渉を史実とみなし、昭和8年9月15日に浅草寺松寺一番の前立院にあった聖観音像を岩井堂観音に奉還しました。なんとなくほっとしましたね。実際にこの場所に行ってきました。これが現在の雷門です。表参道入り口の門で、右の間に風神像、左の間に大神像を安置することから、正式には風来神門というのが正式名称です。広重の絵が発表されてから9年後の慶応元年、焼失してしまいます。昭和35年に
鉄筋コンクリート造りで再建されました。これはパナソニック創設者松下幸之助が寄進したものだそうです。提灯の下の金属部分には松下電器の彫刻が見えます。雷門の東側には東京スカイツリーが見えます。雷門をくぐると両脇には仲見世と呼ばれる店が軒を連ねています。江戸時代までは浅草寺の寺院が並んでいましたが、参道の維持管理を約束することで出店を許可しているのだそうです。これは宝蔵門で、江戸時代には1年に数度2階部分に登ることが可能でした。この門は昭和39年に再建された鉄筋コンクリート造りです。門の左右に金剛力士像を安置することから、かつては仁王門とも呼ばれていました。仁王門の左横の五重の塔は、広重の頃には仁王門右側に見えていた五重の塔です。昭和48年に再建されたもので、鉄筋コンクリート造りで高さ約48メートルあります。これが本堂で、秘仏である本尊の小観音像を安置するため、観音堂とも呼ばれています。現在の堂は昭和33年に再建された鉄筋コンクリート造りです。旧堂は慶安2年に三代将軍徳川家光の援助で再建されたもので、近世の大型寺院本堂の代表作として国宝に指定されていましたが、昭和20年の東京大空襲で焼失してしまいました。これは本堂を上がったところで、上部の扁額は1945年の東京大空襲で焼失していましたが、2020年に稲見の彫刻師によって新調されました。セムイとは、菩薩がその威力や方便で衆生の衆生の衣服を取り去って救うことだそうです。ありがたいことです。広重の絵に現在の絵をはめ込んでみました。広重の雪景色の絵とだいぶ趣が違いますが、コロナ禍を経てだいぶ活気を取り戻しています。もうお気づきだとは思いますが、浅草寺の伽藍のほぼ全ては最近になって再建されたものです。1945年3月10日未明、約300機の爆撃機が33万発の焼夷弾を投下し、人口密集地帯だった浅草寺を含めた下町は一面が火の海となり、10万人近くの民間人が犠牲になりました。東京大空襲です。戦争は人間を大量虐殺する仕組みです。しかしどういうわけか、未だに戦争はなくなりません。この世界にはどうしても戦争をやりたい人間がいるみたいです。浅草の観音様、
この人たちにセムイをお願いします。救ってあげてください。